皆さんこんにちは、製麺機の中の人です。今日はね、お昼ご飯ですね。お昼ご飯ちょっとね、珍しいパンか売ってたんでね、ちょっと買ってきましたね。青森って昔からのね、煮干しのねラーメンが多分ね、大体ラーメン屋さん行くと大抵煮干しのラーメンなんですね、醤油ラーメンね。それでね、最近はあの濃厚系のね、あの煮干しラーメンなんかもね、お店増えてきましてね。で、あっさり系の煮干しラーメンとかね、こってり系の煮干しラーメンとか、まあその両方を扱うようなお店ね、結構増えてきて、もう煮干し大好きなんですよ、青森の煮干しラーメンね。でね、とうとうこんなもんまで出てきましたよね。煮干しラーメン風焼きそばね。これ青森じゃないとこんなもん出てこないでしょうね、多分。煮干しラーメン風の焼きそばパンですよね。でこれはコッペ煮干しラーメン風焼きそばって書いてありますね。これは、カロリー227キロカロリー、あ、駆動パンさんですね、やっぱりね。駆動パンね、青森のパン屋さんですね。青森だと有名なんですけどもね、多分まあ青森以外の方だと、まあ東北の方ならね、知ってる方もいるかもしれないですけどもね、なかなかね、地方のパン屋さんって感じでね、やってるところですね。ではちょっとね、早速いただいてみたいと思いますね。どんな味なんだかね、想像もつかないんですよ。あ、ちょっとね、開けにくいんでね、ちょっと開けてみますね、ちょっとね、先にね。ではね、開けますね、こんな感じでね。このソースみたいなのが煮干し味なんでしょうかね。こんな感じでピント合ってますかね。あ、合ってますね。こうですね、煮干しの焼きそばっていうのもちょっとね、想像つかないんですよね。それがまたね、コッペパンに挟まって焼きそばパンになってるっていうね。ねえ、じゃあちょっといただいてみます。軽く煮干しの風味というか、魚粉の風味というかね、そういうのがある感じですね。あ、ちょっとコーヒー喉詰まっちゃうんでね、コーヒーいただきます。ではね、ちょっとね、サラダもね、用意したんでサラダもいただきたいと思います。サラダって言ってももうレタスですけどね、ただのカットレタスですけどね、あと何も入ってないね。ではね、また食べてみたいと思いますね。煮干しの焼きそばパンね、いただきます。もっと
煮干しの風味がこうガツンとくるような感じを想像してたんですけどもね、そんなガツンとくるような煮干しの感じではないですね。ちょっとこう塩味がね、塩焼きそばって感じですね。じゃあもう一口いきます。そばですよ。ではまたね、サラダ。サラダも食べないとね、焼きそばパン1個だとね、すぐご飯終わっちゃうんでね。それにね、野菜食べないとね、野菜はきちんと食べないと体の、ね、健康のためにね。コーヒーもね、コーヒーも飲んで、先にサラダ食べちゃいましょうかね。こんだけしかないんでね、先にサラダを食べちゃってから、ね、先にチャプキャプサラダ食べちゃってからね、パンをね食べるっていうね、サラダね食べ終わりましたね。では煮干し風のね、煮干しラーメン風焼きそばパンね、これほんと多分もうね、青森のパン屋さんじゃなきゃこんなのね多分売ろうと思わないでしょうし、青森の人じゃないとねこんなパンね買って食べようと思わないと思うんですよね、これね。ねえ、すごいですよ。じゃあいただきます。もうちょっとこうね、煮干しの風味欲しいですね。もうちょっとこう煮干しの風味あるとこうね、煮干しラーメンみたいな、ね、感じで美味しいと思うんですけどもね。まあ煮干しちょっとね高いですからね。ね、これもう最後一口かな、食べちゃいますね。いただきます。じゃあね、コーヒー飲んでね。コーヒーも飲み終わりました。ではね、ごちそうさまでした。最後までねご視聴していただきましてありがとうございました。またなんかこうね面白そうなのがあったらね、食べてね動画にしてアップしたいと思いますので、また次回もよろしくお願いします。